ここ一帯に生命の息吹が充満。不思議だ。そうだな、植物もたくさんある。ラフマン、俺のこと。他にラフマン継承どう理解しようが勝手だが俺はか何も起こること。でも確かに切りました。ふん、砕け散れ。よっよっ、ご安心を。わめきなさい。それよっ、へい、砕け散れ。それ
すがはスカーレットキング様、こんな壮大な光景見たことがない。植生がこんなにも豊かだなんて思ってたのとちょっと違ったぜ。砂漠にもこんなに植物があったのか。それもスカーレットキング様の恩師。待て、あれは何だ。花がいっぱいだ。お、真ん中に何かあるぞ。これはスカーレットキング様の記号だ。異物があるな。古代文字で書かれた帳字だ。何が書かれてるんだ。ここに眠るは我らが忠誠なる祭司カサーレ。その英知はまさに奇跡、賛美と桜花に値する。古代スカーレットキング文字が読めるのか。大したことじゃない。全ての若者は卒業前に少なくとも20種類の言語を学んでいるはずだろう。こいつ冗談を言ってるんだよな。やはり何かがおかしい。原子力が濃すぎる。生命を感じる。何かを伝えているのか。これか。分析中。この骸骨には隠された情報が残っているようだ。ちょうど墓にスカーレットキング文明の装置があった。この情報をあの装置に送って投影しよう。知識の共有はお前たちの原則に背くんじゃなかったか。確かにそうだ。しかし君がここにいる以上、これらの情報は直接君に受け取ってほしい。見ればわかるさ。知識の中に文明は生まれたが、同様に知識は文明を滅ぼせる。災難は知らずのうちに降臨した。それはこの世界に属さぬ知識。スカーレットキングがこの世にもたらした禁忌の知識は疫病のように広がった。狂気なる上事が心を満たし、開国色の鱗が背中を覆った。命を奪われたかのような大地に残るは絶望的な静寂のみ。森のマハールッカ・デバータの助けがなければ取り返しがつかなかっただろう。彼女は祭司を召集し、いくつもの神殿を建て、生命の神力を注いだ。災禍は奇跡的に食い止められ、文明の小さな火はアール村に残ったが、奇跡も長くは続かない。禁忌の知識が存在する限り、それは永遠に世界の病巣となるだろう。そして最後、砂漠の孤高なる我らの王は自己犠牲を選んだ。私は数ある神殿の一つを守ることに余生を費やしたが、その責務もついに終わりだ。両目を閉じればスカーレットキングに協力したあの高潔なる神のお姿が浮かぶ。あの時禁忌の知識を根絶するため力を使った彼女は幼子のような姿となった。不思議なことに、彼女を思うと死が怖くなくなる。感じるのだ、
生命の息吹が私と共に眠ってくれると。砂漠の民たちよ、恨みを抱く必要などない。この恩だけは永遠に忘れてはならない。さっきのは何だ？この骸骨の記憶だ。そんなバカな。マハールッカ・デバータ、先代宗神はスカーレット・キングと敵対関係ではなかったのか？そんなバカなことがあるか。宗神の民はみんな、あれが先代宗神なのか。最後すごく小さくなってたぞ。たとえアーカー城を信じられなくとも、スカーレット・キングの技術なら信じられるはずだろう。これがスカーレット・キング祭司の遺言だよ。俺はこんな話聞いたことがない。かつてスカーレット・キング様の民のうち全ての生存者がアール村に集まった。俺たちの神が間違いを犯すことなどない。ましてやそんな噂俺たちは信じない。スカーレット・キング様が死に、俺たちの文明が滅亡へ向かっているのは、全部マハールッカ・デバータが降臨したせいだ。俺たちにとって、マハールッカ・デバータは、災難時に追い打ちをかけた元凶とも言える存在。人と同じように、砂漠で殺し合い、争い、憎しみ合ったと。いくらなんでも視野が狭すぎる。もしも直に見ていなかったら、もしもこの目で、耳で、心で、その遺言をこれほどまで切実に感じ取っていなかったなら、こんなクレイジーなことなど決して信じなかった。一体どう向き合えばいいというんだ。俺は何年も何年も自分の恩人に剣を向けていたのか。ラフマン、もういい。もうそれ以上言わなくていい。自分を無理に笑い物にするな。なあディシア、俺と俺の旅団は一体何のために戦ってきたんだ。おい、大丈夫か？ありがとう、大丈夫だ。そろそろ行こう。ずっとここにいるわけにもいかない。戻ったらどうする気だ？お前の言いたいことはわかる。俺は自分のしでかしたことを後悔してるよ。お前たちが望むものは全て叶うだろう。だが少しタイムだ。仲間たちに今日起きた全てのことを説明したい。簡単にはいかないだろうな。ああ、だがやらねばならん。ディシア、ここが俺のベースだ。覚えておけ。私たちはいつ行けばいい？明日だ。その時までにみんながお前たちを盟友だと信じるよう説得する。お前たちの今日、いや、グラマパラはしっかりと送り返そう。他の資源も共有して構わない。敵が賢者だと分かったようだな。ああ、神は人を見捨ててなどいなかった。業を作ったのは人自身だったのさ。もう全部分かったみたいだな。ラフマンは愚かな奴じゃない。砂漠の中で自らの勢力を立ち上げられるほどだからな。ちゃんと実力もある。惜しいことにスカーレット・キングへの信仰心に影響されちまっただけさ。まあ
これで私たちにも新たな助っ人ができたってわけだ。少なくとも結果的にはそう言えるな。オイラたちも行こうぜ。帰って美味しいもんでも食って、一眠りして明日に備えよう。おーい、セナ、行くぞ。そう叫ばずとも行く。ラフマン、来たぜ。全て準備 OK だ。後で専属の者に彼らをアール村へ送り届けさせる。何はともあれ、手伝ってくれてありがとな。気にするな。ま、家庭はあまり順調じゃなかったがな。今やお前たちと俺の利害は一致している。これからはお互い仲間同士だ。犯人の居場所は？今そこへ連れて行こう。こいつらがグラマパラをさらった犯人か。書記官！いくら叫んでも誰も助けに来たりはしない。お前たちのせいでオイラたち砂漠で走り回る羽目になった。その通りだ。
ダイマーマトラ、いやだ、殺してくれ。こいつらお化けを見たみたいな表情でセノを見てるぞ。俺に見つかることなどとっくに覚悟していただろう。違う、俺たちは命令に従っただけなんだ。お前にもわかるだろう、これは一個人がどうこうできる問題じゃないんだよ。いやだ、セノにだけは。獣に狩られた獣みたいに残忍に殺されちまう。獣以下かもな。どうか許してくれ。口を割らないなら構わない。俺には俺のやり方がある。それで上がこんなことをやらせた目的は何だったんだ。それは缶詰知識の抽出だ。とぼけないでくれ。何が聞きたいのか分かっているはずだ。神の缶詰知識を抽出してどうする気だった。どう言えばいいか。おい、その態度を改めないと本当にやっちゃうぞ。自分たちの首を絞めたいのか。ああ、それ比喩とかじゃなくて本気なのか。どうしてそのことを。もう隠しても無駄だ。ああ、その通りだ。氷霊院では世界をも変える偉大なる計画を実施している。自らとスメールに属する新たな神を作る気なんだ。表向きは栄えているように見えるが、マハールッカ・デバータが亡くなってからスメールの学術が飛躍的な突破を遂げたことは一度もない。それに加え、近年は世界中の誇張問題が深刻化している。賢者たちもほとんど全部の方法を試したが、徒労に終わった。彼らの口癖は、もしマハールッカ・デバータがいたらだった。続けろ。その時、あるファデュイのメンバーが現れた。狂霊院の者たちは彼を博士と呼んでいた。博士は神の心を一つ持ってきて、狂霊院内の研究環境を借りたいと言った。博士は昔スメール狂霊院から追放されていたから、賢者たちははじめ見向きもしなかった。だが奴があの言葉を口にした時、全員の表情が変わったんだ。奴は神を作る気はないかと聞いた。これが学術の果てにある愚昧さと傲慢さだ。狂霊院はまず精巧な人形をもとに長い時間をかけて神の躯体を作った。そして過信探査の輪廻を利用して無形を収穫し、アーカー社の出力効率を最大化した。博士の助けのもと、最大出力形態のアーカー社は神の心に含まれる力の抽出に成功し、それを神のコアにした。その後、新たな神に神の知恵を授けるべきだという定義があった。そのために大量の神の缶詰知識が必要だったというわけだ。つながったな。しかし、どうやってそれらが本当に神の知識であると確認するつもりだったんだ。それは推測に頼るほかなかった。狂霊院は何年もかけて研究したが、なぜ学者たちが発狂するのかは未だに解明されていない。誰もこの不可思議な現象を解き明かせてないんだ。書記官ならそれが何を意味するかわかるだろう。地上において誰もわからないのであれば、それは神にしか解けない知識。つまりそれは知恵の神が全知全能である源だ。もう分かっているかもしれないが、狂霊院は神が誰であるかは気にしない。奴らはただ
神が知恵をコントロールするための権能を欲しがっているだけだ。全知全能の四文字は、奴らにとって、血をも燃やすような呪いと言えるだろう。一部の生物は、双光性という生命現象を持ち、生涯光を求めるという。そして賢者たちは、知恵の頂点に座する神であってこそ、希望を見出せる。これもある種の双光性と言えるだろう。仮に、知恵の神が存在しなければ、多くの学者は、生涯暗闇の中を探索することになる。なら、暗草なりデビは、お前らにとってどんな存在なんだ。彼女は正真正銘存在している神だろう。すでに新たな神がいるというのに、なぜ別の神を創造する。教令院は、一度も彼女を神として扱ったことはない。当時、教令院は暗草なりデビという新たな知恵の神を探し出した。賢者たちは皆、彼女がマハールッカ・デヴァータのような知恵を有することを期待したんだが、実際は当時の彼女の知能はそこらの子供とほとんど変わらなかった。そのせいで賢者たちはより一層マハールッカ・デヴァータが死したことを実感したのさ。それに暗草なりデビの神の心はアーカーシャを動かすために使われている。今の彼女には神の力もなければ並外れた知恵もない。やがて人々は彼女を忘れるようになった。それが賢者たちの選択。そうだな。よし、ちょっと落ち着こうぜ。みんな気分もあんまり良くなさそうだし、場所を変えて話さないか。ラフマン、これからグラマパラとアール村に戻るから、護衛を何人かよこしてくれ。それとこの二人の学者も連れていくぜ。ああ、わかった。戻ってきたグラマパラたちは全員家に送り届け、世話係をつけています。あの二人の学者も厳重に監視しています。皆さん本当にお疲れ様でした。うー、雰囲気が重いな。してないで何か話せよ。その何も話すことはないのか。なら水でも飲んでちょっと気分を変えようぜ。それかもう少しお菓子を持ってきましょうか。じゃあオイラもキャンディスと一緒に行くぜ。旅人、お前はどうしたい。おいおい、なんだか仕事の会話みたいだな。やはりまだ何か隠していたか。自分が経験したこととはいえ、お前の口から言われるとやっぱり不思議に思うぜ。あまりの劇的な展開に
息が詰まるところだったぜ。相対すべき問題は思っていたよりもはるかに多い。だが確かにいい機会だ。ラフマンたちも加入したことだし、助っ人は多いほどいいからな。そろそろ計画を決めよう。ああ、今ある全ての状況は規則をはるかに超えている。このまま事態を悪化させるわけにはいかない。皆さん、もう答えは出たのですか？賢者を倒し神を救う、それが俺たちの最終目標だ。他にも利用できる資源がないか詳しく考える必要があるな。次の会議でみんな答えを持ち寄ろうぜ。おう、きっと大丈夫だ。急ぐ必要はない。これだけの大事、すぐに準備することなど不可能だ。ゆっくりと考え、計画の合理性を保証しよう。そう言ってまた本を読み始めたぞ。おい、お前ってやつは。本を貸そうか。いらないぞ、お前の本はオイラには合わない。冗談だ。確かに俺の本はお前と不釣り合いだ。貸す気はない。なあ、もう頭きたぞ。何か私にできることがあれば必ず言ってくださいね。アール村を離れることはできませんが、あなたたちを見ているとなんだか私まで緊張してきます。昔たった一人で戦った時でさえこのような湧き立つ感情はありませんでした。これが仲間の力というものなのですね。最近の仕事は厄介なもんばっかだ。それにこんなに難しい仕事なのにちっとも経済的利益を生まないなんて、はあ、信じられないぜ。まったく、いい方向に考えろよ。もしかしたらことが終わったらお金持ちになれるかもだぞ。それもそうだな。ふん、もし一晩で億万長者になれたら、お前は何がしたい？美味しい食べ物をたくさん買うぜ。それだけか？美味しい飲み物も買うとか？可愛いじゃないか。なら、その美しい夢のために、私も手伝おう。私たちがこれからやることがこの世界をよくできると願ってるよ。前まで神がこんな災難に遭っているなどと考えもしなかった。仮にこの全てを変える方法があるとしたら、この国はより良くなるのだろうか。
Oh.